オバモフ、モツさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ニュートピア2、今日も1時間やってみましょう。1番、1個しか出ないんだ、ニュートピア2、1って21に見えない。少しスペース入れとけよ。すげえ、しかし、亀1000超えてんじゃん。間違えた。やっちゃった。いやー、もう、これだよな、魔法。それ。お、出た。ありがてえ。上に行けばあるかな。うわ、広いな。また別のとこに来てる。じゃあ行けよ。あった。じゃあ上は何なんだ。迷宮に入ったら、まずクリスタルと鍵を探すといいわ。あとは、コンパスの導きと、地図を頼りに進めば、魔物を持つ宝物にたどり着けるはずだわ。復習をするかのように同じことだな。お、まだあんの？こっちまで行かねえ方がいいのかな、もしかして。そんな長い道のりではない。いや、でもこっち普通に先進みそうだな。あそこだね。じゃあ、あとこの2つだ。ルイージ。炎の杖を持っていないなら、迷宮には入らない方がいいよ。八つの石があった場所に戻って、石を押してごらんよ。再度教えてくれた。迷宮の四方の壁は爆弾で壊せることもあるのじゃ。中には隠し部屋が秘密じゃ。オッケー。四方の壁。いや、それは、ちょっと待って、よくよく考えたら、それはいつものことじゃねえか。入る。一応倒した。いや、避けるね。よし。では、二つ目のターンじゃない。いきなりこれ。とりあえず、ないでしょう。ん？本当にね。これ、剣刺しでしょ。これ、あ、ね。いやー、今作も、剣大ですな。剣刺し。あれ？ああ。これ効かねえタイプか。なるほど。なんで骨なのに効かねえんだよ。いやー、参ったな。どっちから行くか。いやー、参ったね。違う。上が正解ルートっぽいよね。ほら、来た。そなたが求めている聖堂の盾は右の部屋にあるぞ。この盾を敵の放つ青い弾を防ぐことができるのじゃ。そこに2つのブロックがあるのじゃ。左のブロックを押すと裏がくる。OK。右の赤いブロックは剣だしね。はい。OK。そ
そなたが桃を倒し、マニプーラの薬草を手に入れればこの鎖も外れるだろう。なんで薬草を取ると外れんだ。いや、その理屈がよくわかんねえ。ゲイ。もうこれ、即立てかな。あ、来た。オッケー。精度の盾。うん、青くなったね。オッケー。じゃあなんだ？よし。しかし、ギミックが全くもって一緒だな、前作。いやー、変わったことが何一つないよ。なんと。おっと、ここは爆弾かな？いや、じゃあ使ってみるか。これはクリスタルじゃない。ああ、これ倒さねえ、倒せねえパターンかも。わかんねえ、どこが汚染だよ。来た。よーし、クリスタル。なるほど。左上に通過だね。ダンジョン相変わらず広いな、今作。じゃねえかよ。中ボスクラスだよ、これ。いつ死ぬんだ。おい。おい。おい、いつ死ぬんだよ、こいつは。いやー、めんどくせえ、これ。ボスでしょ。ちょっと、こっち先行くか。さすがになんもねえか。いやー、
気にしなくていいのかな、この作は。鍵だよな、前に。なんか、マジの、マジの行き止まりかよ、ここ。いや、この子は全然ハートがねえ。いや、これは下に行きたい。ねえ、おお、しれっと斜めに移動すんのマジやめてほしいよ。どれだよ、正解。よし、だから。どう？これは、攻撃できないタイプ。鍵、来た。よし。あとはボスに行くだけ。いやー、広いね。ヒップはさすがに。行かねえのかよ。よし。よし。ここ行ったとこだよ。どっちから行くか、これ。もうアイテムねえと思うんだけどな。なんで二ついけるとかあんだ。よし。エビ。ほら、行き止まりか？いや、あの斜めが。読めねえ。急に来るから。打ってくるから。よし。こっち来るの待つパターンで行った方がいいです。あら。いやー。いやー、さすがにここまでないとねえかな。あ、ここあんのかい。ああ、しかも右じゃねえかよ。あ、このルート。ああ、宝ある。ああ、薬だ。ちょっと待ってよ。薬かよ。買いたかったよ、先に。なんで自動回復とかしてくんねえんだよ。いや、あの辺とか普通に行ける感じかな。いや、復活してんの。倒さないとか。きついな、俺。よいしょ。開くのは一番奥っぽいな、これ。
よし。お、じいさんだ。ターナさんを助けた。マニプーラの薬草を求めていたんだ。船にも魔物を取られちまった。それからこの迷宮のボス2匹。2匹の出た。ボスの弱点は星が青く点滅した時じゃ。うまく狙うのじゃ。そなたが魔物たち、マニプーラの薬草を手に入れば、この鎖も崩れると。こっちにボスがいるか教えてくれよ。いや、こっち先行くか。じゃあ、うわ、ここだ。警戒ループでした。待って、2匹これそれぞれにいんのかな。あ、毎回話しかけんのめんどくせえ。うん。で、とりあえず倒されるんだろうか。指輪だ。オッケー。シルトは気にせず行こう。いや、逃げんじゃねえ。よし。やっぱり押さねえとダメか。よし。お、宝だ。いやー、どうしよっか。使ってみるか、じゃあ。爆弾じゃねえだろ、さすがに。あら、剣か。ああ、そういうパターンだ。はいはいはい。ああ、じゃあ来てよかった。慎重に行こう。よし。よし。OK。ほら、ちょっと。そう、こんなにゴールドあるんなら薬が1個欲しい。うん、で、ここだね。きついな。剣じゃねえといけないから。まあ、当たらない。お、ナイス。オッケー。では、ボスだ。新肌の二人。そんなにマリプーラのやつ欲しいなら我々と勝負しろ。勝てば貴様にくれてやる。カッカッカ。これか、尻尾って。きついね。横がいいね。やるな。そう。いや、あの一射食らうのか。あ、こっちの方が全然いいわ。届くから。こりゃ魔法必須だわ。いや、正面無理だ。よし。
5匹でなきゃ余裕だぜ。いえ、そこはもしかして伝説の剣士マルドゥークの中華勇者の格好。そうだ、息子だぜ。モスウィングを倒したモスさんの命の力は一つ上がった。あら、ここでいいの？来た。マニプーラのやつ。で、自動で脱出。オッケー。カズどこまで飛ぶんだよ。オッケー。で、戻る感じか。あれ？道合ってる？これ違う気がすんだけど。回復屋とパスワード。パスワードさっきか。大事なものがどんどん増えてる感じ。
回も使ってねえよ。ああ、魔法の代わりになるのかもしんねえけど。ないから買おう。200なら OK。次んとこ行ったら多分値上がるだろうね。400とか。爆弾は今7つか。買ってもいいけどな。買っちゃおっか。死ぬかわかんねえし。いや、回復屋の場所忘れちゃったな、完全に。あ、でも回復してんの？回復してたわ。男子から試したりして申し訳なかったし、さあ早くターナ姫にマニプーラーと約束じゃねえのかい。え、あなたがマニプーラーの約束を？もしあなたは英雄フレイ様の何というご無礼をどうかお許しください。モフサン様、さあ早く、ターナ様にマニプーラの約束。ゲイ。いるね。ターナ姫がベッドでなされている。あ、使わねえとか。はい。消えたよ。すっと消えた。マニプーラの約束を与えた。ターナ姫の顔色がだんだん良くなっていく。お、治ったっぽいね。モフサン様、助けてくださってありがとうございますポ。私はユリウスの神殿を司るガドル2個でターナと申しますポ。あなたとお父さんのことは母ラランより。ああ、ラランが母だ。私、闇の皇帝ラファエと名乗る悪魔、ラランを連れ去り、ニュートビアンと部屋を奪い去った。しかし、あなたの王様がたった一人で悪魔ラファエルに完全と立ち向かい、私の母を救い出してくれたのです。いやー、母はさらわれて、娘は、病気でって、とんでもないから。ニュートピアに平和が戻り、あなたの父様はニュートピアの英雄となり、人々に語り継がれました。私もまた英雄の息子であるあなたに命を救われました。きっとこれも何かの運命でしょう。モフサン様、ユリウスの女神がお待ちしております。さあ、こちらへどうぞ。そのとこ見ちゃったんだ。このユリウスの女神はずっとニュートピアを見守ってきたのです。確かに1年前、あなたのお父様は悪魔復活の真相をつかむためにここに来られました。そしてユリウスの女神に悪魔復活について尋ねられたのです。ユリウスの女神とあなたのお父様の間にどのようなやりとりがなされたのか、私にはわかりません。やがてユリウスの女神はあなたのお父様を新たな未来へと導きに ならされたのです。新たな未来。英雄フレイを失い、悪魔復活の噂で人々が不安になっているのは私も知っています。モフサン様、英雄フレイを探し出し、ニュートピアに平和を取り戻してください。死んだってことだよね。ユリウス女神の前でアグニの聖杯をお使いください。新たな道。ああ、そうなんだ。まあ確かに他に行くとこねえもん。買うしかないっぽい。うい。ああ、こっちも消えるんだ。あ、階段だ。わあ、泣きのことね。
を即抜け。いや、地図がねえからどこかわかんねえし、コンパスも回ってるし。どの辺に来たんだよ、これ。いよいよ上の方に来てるっていう認識いいのかな。なんだ、人面魚に変わったよ。あっち早っ。この人面魚か。乗れるでしょ、人面魚。よし。帰る。BGM 一緒だね。と行き止まりだな。え、あれ、もしかしてこれ今回海に行けんのか。あの階段があるって。なんかそうっぽく見えるよ。西のなんか木が違うのが気になるけど。おっと、村に来たぞ。ここはアキシーの村よ。昔村では光ゴケを、お、光ゴケ聞いたことあるんですよ。前作のやつじゃない。珍しいお店があったね。今までは錆びれて空き家になっているわ。でも家のどっかにまだ残ってるらしいわよ。あれ、明るくなるやつ。暗いとこ。めっちゃ使うやつだ。特に置き時計なんて怪しいな。時計を調べろと。これか。横に押す。来た。よし。光時計。まあ一緒でしょ。あるやつ。だいたいどこのダンジョンでも普通に使うからね。暗いところあると。英雄フレイのことだったらうちのじいさんが知っていると思います。だって二人は古い無類の冒険好きだったもんだもんね。うちのじいさんは迷宮に宝探しに行ったきり未だに帰ってこないんだよ。手がかりを探すついでにうちのじいさんを探してくれないかい。心配で夜も眠れないです。じいさん生きてんのか。うーわ、ひりろ。君が英雄フレイの息子なのか。この村に住んでいる冒険好きのおじいさんからフレイの話をよく聞かせてもらうんだよ。そういえば最近おじいさんを見かけないな。迷宮に宝探しにでも行ったのかな。もし君も南のドーマの迷宮に行くのなら村の東から出るといいよ。うん。お、パスワードやな。2番にしとくか。配信が止まったらやり直しだ。録画。一応そういうのを想定してセーブしていくのが大事だ。いや、いらない、いらない、いらないっす。で、裸の三つも。こっちは外。ああ、で、ここに来るんだ。
東が出口って言ってたから上かな。出る。しかも BGM 変わった。まあ、またかっこいい曲に変わったで。あれ？こっちは一緒。どっちがせいだ。その光ごけは迷宮の暗闇の部屋を一瞬にして明るく照らしてくれるのよ。それに何度でも使える便利でしょう。BGM 変わってないってことはこっちの方があれで。こっちの方が古いと。向こう上の方が敵が強いと。強いんだよ。新しく取った剣で3発か。じゃあ剣で倒すか。スイッチ。村で有名な冒険好きのじいさんを探しに行くのかい。君のお父さんのフレイの行き先を知っているのかもしれない。まあすぐにいてくれればいいけど。次の迷宮だと。いるとしたら閉じ込められてんじゃん。ダメです。前作も今作も、捕らえられてるやつは、ボスクリアしたと、一回も会いに行ってないから。どうなってるかわからん。またあのおじいさん迷宮に行ったきり帰ってこないんだよ。きっと虹の雫を手に入れるためにどうもの迷宮。あ、虹の雫。これはひとまず先の渡れるやつだ。なんでも虹の雫って虹の橋か。小さな水なら渡ることができる便利なものらしい。来たね。前作とも全く一緒。見事に一緒。飛び方やめて。絶対こう階段あるじゃん。まずあるでしょ階段。よし。ドーマの迷宮には銀の盾があるのじゃ。おお、迷宮をくまなく探してみることじゃ。今回盾だっかも。全部木か。キッツ。全部木はキッツ。よし、オッケー。ナイス。多分あの木だと思うけど、かわいいな。チキッと届いてね。いやーもうあの飛び方きついな、マジで。高さの概念はねえのかよこのゲームは。上に移動してんのって一緒だな。よし、階段あるでしょう。ドーマの迷宮には暗闇の部屋があるんだよ。暗闇を照らす光ごけを使うと忘れちゃいけないよ。OK。あれ、ちょっと待って、広いなぁ、もう。いや、広いって。
ローマの迷宮にたどり着くには、ここから東へ位置、北へ位置、東へ位置、南へ位置、西。あ、これかよ。いやー、困る。前作もあったな、これ。メモります。絶対覚えれない。東一、北一、西一、このゲームは割とこう、一回食らうと、キャラが消えるからどこにいるかわかんなくて。あれ勘弁してほしいよ。これは階段でした。タイムですら一発で倒せねえのかよ。うちのおじいさんは靴作りの名人なの。一人離れ小島に住んでいる変わり者。まあ、はやぶさ、ああ、一緒だな。またこれかよ。マルドゥクの地区、忍と勇者のために作っているらしい。あなたのお父さんのこと何か知っているかもしれない。おじいさんに一度会ってみるという。でも、離れ小島に西の雫がないと取っていくことができない。いやー、じいさん何人いんだよ。いやー、少なくとも二人いるってことだよ、じいさん。なんか一箇所逃してる気がするけど。あ、とりあえず。敵倒せってことか。いや、倒さねえと押せねえだろうな。だよね。おお、豪族知らねえ間に1400の。パスワードよ。いや、あんだけ倒してやっとパスワードかよ。ここはダンジョンじゃないでしょ。うわぁ、しかもあそこ階段あんじゃねえか。完全に逃したな、あそこ。いや、あの階段行ってくるか、しょうがねえ。だこはスルスル。完全に復活してやる。
というのを右を言ってなかったので、上がさっきのところ、なんか全然違うところに来てるんですか。怖っ。ドーマの迷宮は暗闇の洞窟を抜けないと絶対にたどり着けない。あの、さっきの洞窟があって、さらに上に迷宮があるんだ。二階層になっていて、一つが、一階分しか映らない。また。初めに入ったところが1階だよ。覚えておいてね、忘れちゃうね。ああ、広いんだね、じゃあ。あれ？ああ、ここに来るのか。で、さっきの階段がわけわかんなくなっちゃった。これ回復？よーし、来た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 。さすがに今回も会計屋が近くにいたね。あのね、今回は洞窟の後にさらに迷宮があって、その迷宮は2階建てになってるっていう恐ろしいボリュームを持ってるからね。いや、今回の動画では少なくとも無理だな。迷宮の前ぐらいまでいけるかな。光が。いいなぁ。コンパスも全く効果はなしだね。これは今回初めてだね。洞窟があって。これ多分ダンジョン扱いじゃねえんだ。いや、しかもしれっと分かれ道になってる。ああ、出口なんだ。いや、ああ、しかもこれ外出ても倒した記憶が残ってんだね。やっぱマップを、一つのマップを何回か移動すると復活なんだ。あれ、いけない？その距離は無理だって。ああ、ここ目だね。いやー、なんもねえと思うけど。よし。はい、なんもなかった。もてあそばれている。宝ぐらいあっちゃったよ。最短距離で行くべ。
え。うん。即迷宮。まあね、こっから流すのか。クリスタル2つ取らなきゃいけん。うわ。うわ。よく燃えるな、向かいさ。よし。これどれだよ。重すぎだろ。うわ、これは足んねえんじゃねえ、さすがに。さすがに当たんねえな。下に落ちてんのか。なんか。いや、地味に強いな。何これ。下に下がるタイプ。これ、剣差しの気がするけど。怖くて近づけねえ。ない。いけねえんだ。回っていくしかないんだ。どう？うわ、出た。エンドレス脇。これね、一体だけ残すの。広いなぁ、しかし。道だらけじゃねえかよ。いや、マジで広いな。よし。だから、いや、いけねえし。回ってけってことか。これさっき言ったところだよ。そうだよ。なるのか、いちいち。あら、最初？一緒だ。うわ。おっと。地味に初見なものを出してきたな。そんな広くないんだね。2階建てだから。いやー、多分向こうは宝だと思うんだけどな。行けんだ、こっち。ここ行けないでしょ。うわぁ、剣出しだ、最低。あれを踏むと、あれかな。はい。いけるような。あれが下に落ちる。やっぱり。
きいるんかよ。金1660になったよ。すげえな。うわ、2体。いやー、2体はきついなぁ。2体はきついって。よし。ああ、前回のより弱い。お、何今のワープ。やべえな、体力を持たねえ。なんでしょう。怖くない。もう一回踏むとダメなんだ。いやー、よし、ナイス。ライフの偉いで。あ、ちょっと、結局食らうんだけど。あれ？ポンズじゃねえのか。何ここ。どうでんのか。俺ねと困るな。ボタンがないよ今回。けど、なるほど。これだからかな。うん。クリスタルだよね。なるほど。あそこだから爆弾で行くのかな。で、また登ってってことか。で、踏むと開いて、踏むと閉まって、何ここ、いやー、わけわかんねえ。周りは全部行ったし。ああ、もしかしたら左からも行けたんか。なるほど。そういうこと。よし、じゃあここで終わろうかな。次回2回から進めていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。